ランドルフはアメリカ合衆国マサチューセッツ州の中央部ノーホーク郡の東部に位置する都市である。2010年の国勢調査では人口32,158人だった。ランドルフは2010年1月執行の新検証を採択し、伝統的なタウンミーティング方式から市政委員会、マネジャー方式の政府に変更した。市の形態の政府を取ると申請し、 認められたものの、市名の中に、町を残すことを選ぶ、州内14市の一つである。1839年のランドルフ・ランドルフとなった、地域は、コチャト族とポンカポーグ族インディアンから、コチャティコムと呼ばれていた。ブレインツリー町の南部であったところから1793年に、町として法人化された。ジョン・ビールが行った周年演説によると、町の名は、 大陸会議の初代議長を務めたベトン・ランドルフにちなんで名付けられた。ランドルフの昔は大きな靴製造会社がいくつかあった。ランディーズなど人気のあるスタイルの靴がもっぱらランドルフで製造された。1793年に町として法人化された時、地元のオフたちが自給自足農業の収入を補うために靴や長靴を作っていた。その後の半世紀、 このサイドビジネスが町の主要産業となり、ニューイングランド、カナダ、アイルランド、さらに後にはイタリアや東ヨーロッパから労働者を引きつけることとなり、それぞれが町の生活の質に新たなものを付け加えた。1850年までにランドルフは国内でも最大級の靴製造の地となり、カリフォルニア州やオーストラリアまで靴を出荷していた。 20世紀初めに靴産業が衰退を始め、ランドルフは郊外住宅の町として変革することになった。長靴と靴の製造を軽工業とサービス産業が補った。町が主要な交通ネットワークに近いことで、ボストンや他の町から家族単位で流入し、ランドルフに住んではいるが大都市圏のどこかで働いているという人々が増えた。 1950年代からボストン市のドーチェスターやマッタパン地区からユダヤ人が脱出してランドルフに入ってきたのでユダヤ人社会が大きく成長した。1950年時点で15から20のユダヤ人家族が住んでいただけだったが、1970年には7000人、1980年には約9000人とボストンの南では最大のユダヤ人社会となった。 その最盛期には、カシェルの肉屋、ジュダイカ店、カシェルのパン屋があり、シナゴーグも2つあった。1990年代初期の祖、の人口は約6000人に減少した。全国的に行われた、禁煙の日のヒントは、ランドルフ高校の生活指導教諭、アーサー・マラニーが言い出したものであり、1969年に、生徒との討論で、グラウンドで見つけたタバコの吸い殻1個につき、 ニッケルカが1個あれば、生徒全員をカレッジに送り出せると主張した。これが1970年の高校生による運動の端緒となり、ランドルフロータリークラブが支援し、地元の喫煙者が1日禁煙して、それでできた貯金をカレッジの奨学金に回すことにした。禁煙の日は1976年に全国的なものになった。ランドルフにはランバルドのファンクションファシリティがあり、 シャトードビューとして始まった。この施設はその大きなシャンデリアと螺旋階段で有名であり、高校の宣伝用写真の背景として使われている。ジョナサン・ベルジャー邸ランドルフ市内にはアメリカ合衆国国家歴史登録財に指定される場所が下記の3カ所ある。ランドルフ市は北緯42度09分24秒、整形71度2分56秒。 北伊42.15667度整形71.04889度、42.15667-71.04889 42. に位置している。ボストン市の南15マイルに位置し、州道128号線と道24号線の交差点にあることは、その経済と社会の歴史で重要な要素になってきた。マサチューセッツ州内では東部にあり、北は ミルトン町とクインシー市、東はブレインツリー市とホルブルック町、西はカントン町、南と南西はエイボン町とストートン町に接している。ニューヨーク市からは東に211マイルにある。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は10.5平方マイルであり、このうち陸地10.1。市内はコチャト川とブルーヒル川が流れ、ネポンセット川に注いでいる。 ランドルフは国内で最大級に早く成長する少数民族が集まる町である。小学生の60%が黒人、21%がヒスパニック、11%が白人、8%がアジア系である。以下は2010年の国勢調査による人口統計データである。ランドルフ市はボストン大都市圏にあり、鉄道、 航空、高規格道路の設備が優れている。修道128号線と、週刊高速道路495号線が地域を、内側と外側に分けその間に、多くのスポークとなる道路で、ボストンの空港、港、インターモーダル施設へ直接結びつけられている。主要高規格道路は、週刊高速道路93号線と、アメリカ国道1号線であり、 町の北端を通っている。南北方向のマサチューセッツ州道24号線と道28号線が並行して走り、東西方向には州道139号線が通っている。ボストン市の南駅に向かう通勤鉄道は、マサチューセッツ湾交通局のミドルボロ線があり、ホルブルックとランドルフの境、ユニオン通りにあるホルブルック、ランドルフ駅から利用できる。同じく、 マサチューセッツワン交通局のレッドラインは、ブレインツリーとクインシー駅から利用できる。ランドルフ氏は、マサチューセッツワン交通局のメンバーであり、クインシー・アダムズ、クインシー・センター、アシモント駅へのバス停駅路線が運行されている。高齢者や障害者のために補助的交通機関である、ザライドも運行されている。ブロックトン地域交通局がアシモントなどから、 ブロックトンへのバス便を運行している。ノーウッド記念空港は代替施設であり、アクセスが容易である。滑走路はアスファルト舗装、長さ4001フィート、幅150フィートと、長さ4007フィート、幅150フィートの2本がある。非精密景器侵入が可能である。しかし、ランドルフ市民の大半は、ジェネラルエドワード・ローレンス・ローガン国際空港を利用している。 ステッドソンホール、旧市役所ランドルフは当初、代表制タウンミーティング形式の政府によって統治されていた。2009年4月7日に行われた住民投票により新しい検証を採択し、2010年1月に有効となった。政府形態は市政委員会、マネジャー方式に変えられた。市政委員会は全市を選挙区に選ばれる5人と、 4つの小選挙区から選ばれる4人、合計9人で構成されている。その他の委員会としては、評価委員会、健康委員会、企画委員会、教育委員会がある。教育委員会は、委員7人で構成されている。ランドルフ市には9年生から12年生を教える。高校1校、6年生から8年生を教える。中学校1校、幼稚園から5年生を教える。 小学校4校がある。小学校前教育は、それぞれのホームスクールで提供される。チャールズ・ G ・デヴァイン幼児センターは2007年に閉鎖された。ブルーヒルズ地域教育学区の一部として、ランドルフの9年生は、ブルーヒルズ地域工業学校、通称、ブルーヒルズ、あるいは、農法区軍農業学校、通称、アギーに入学する選択肢がある。この教育学区は、 教育委員会が運営している。ありがとうございます。